おっちゃんねるです。どうも。どうも。どうも。今日はですね、おっちゃん2号の中からお送りしております。はいはい、先日発表しました、おっキャンプ。キャンプイベントの お知らせを改めてしたいなと思います。はいはい、まず一番大事なこと、ちょっと怪しいのが、M 子の参加だよね。一応夫婦で参加する予定ではいるんですけども、猫のチャビちゃんが、実はずっとね、調子悪くて、またここに来て急になんかちょっとよたってきて、ね、よたってちょっと来てるので、泊まりがけはひょっとして無理かもしれないということもあるので、その辺はご容赦ください、はい。参加は今のところ決定してるのは、ちーちゃんカメラマンとして、まあ、あとはケーキャンでね、今回参加します、あといつもの前田さんも顔を出してくれると。キャンプするんだ彼。やつしないんだよね。キャンプしたの聞いたことないんだけど、だから日帰りで多分そうなの、来るんじゃないかな。何、初キャンプじゃないの。ああ、そうなの。で、あとは、キャンプバーランタンの水のっち、乙女の水のっち、乙女の水のっちが、はい、まあ、一応いろんなビアサーバー、クラフトビールを持って来るということで、夜ね、みんなで楽しめればなと、まずはキャンプイベントの開催日が、4月の3日と4日です、はい、何曜日？土曜日と日曜日ですね、はい。でお昼、3日のお昼12時ぐらいからゆるゆるとスタートで、翌日の12時、まあ2時ぐらいか、14時ぐらいに解散予定で、もう勝手に早く来てもらっててもいいし、遅れて来てもらっても構わないし、かなり緩やかな、感じでやります、で場所なんですけども、あのね、吹雪の中とか、私はしてないけど、その時は私の時はすごい快適な快適だったよね。M 子とお試しキャンプ、この車の ね最初のね、やった、三重県渡来郡玉城町にあります、水辺の学校というところで、玉城町の行為でね、いろいろ協力していただいて、そちらで開催したいと思います、トイレはあります、公衆トイレ、で水も一応ね、お皿洗ったりとか手洗ったりするぐらいのところはあるんですけども、飲用水ではないので、井戸だっけ、井戸の二人一組でやんなきゃいけないんだっけ、そうそうそう、誰かここで過去が残してこと洗うっていうね。ミネラルウォーターとか飲用水は必ずお持ちください、あと食品、特にねイベント何するってわけじゃないので、各自食べるもの、飲むもの、持ってきてもらえればと思います。焚き火は OK ですか？焚き火台を使えば、焚き火台を使えば OK, OK でございます、直火は NG ですが、焚き火台を使えば OK ということで、テントを張るのも OK ですし、大型キャンピングカーも入ります、まあ、詳細はこちらの概要欄にも貼っておきますし、コミュニティ欄にもありますので、メールにてお申し込みください、あとあれだね、我々2人で行った玉城町、ね、怒られるかと思って行ってみたら、温泉の無料券をいただいておりまして、ただあれ3月までだった、3月31日までだった、ね、そうなので、玉城町に改めて連絡して、どうしたらいいの、日付終わっちゃってるけどって言ったら、合言葉をお願いしますと、合言葉って言ったかった、温泉でおキャンプの参加者ですって言っていただければ、温泉に入れますと、無料で、でもそんなこと言うとみんな言っちゃうので、名前、こちら一応控えておきますので、参加申し込みの方を、ですので、名前と、名前、まあ、基本名前と、何それも全部ホーム書いてありますので、参加申し込みをちゃんとした方で、お風呂に入る方は、その番台に行って、何だっけ、玉城弘法温泉アスピア玉城
にある、ね、うん、工房の湯、工房の湯、はい、そこの番台に行って、うん、キャンプの参加者ですって言って、うん、言うと無料でお風呂に入ることが可能です、うん、で、まあ、参加者4人の方だと4人とも入れますので、そのあたり、ただあれだね、ぜひともそのすぐそばに産直市があるんだね、市っていうかお店ね、お店がね、うんうん、そこの玉木豚とかね、めちゃめちゃ美味しかったよね、ソーセージとか美味しいので、うん、ぜひ温泉に入って、うん、買い物して、うん、キャンプ場にということで、うん、まあでも今回この合言葉方式にすることによって、うん、1回キャンプ場に入ってからほら、うん、ま、たアスピアまで結構あるじゃん、うん、距離が、うん、だったらほら高速を降りたらすぐにアスピアだから、うん、お風呂入ってから、お風呂入って買い物して、うん、キャンプ場に向かえるという、うん、ベストなことになりましたんで、ぜひともお風呂入ってからいらしてください、はい、キャンピングカーで来られる方、うん、もしくはキャンプサイトに、うん、私たちがお邪魔をして、うん、まあ、主に多分僕とちーちゃんがお邪魔をして、お宅拝見じゃなくキャンピングカー拝見、うん、前もやらせていただきました、うんうん、これを定期的にやっていきたいなってこともあるので、お話を聞きつつ車を見せていただきつつっていうのをやります、うん、あとはもうみんなでダラダラ過ごすだけですので、うん、のんびりといろんな遊び道具とかワンちゃんとか猫ちゃんも連れてても OK なので来ていただけると。あ、動物 OK なんだ、OK、うん、そうだよ、モンちゃん言ってるやん今回モンちゃん連れていくかどうかちょっとね今悩んで、うん、ちーちゃんをほら、あ、ゴー君が、ゴー君絶対来るじゃん、来る、うん、ダメだよ。そうだよ、ゴー君とモンちゃん一緒にしたらさ、もう多分さ、もう瞬殺だよね、ゴー君ね。でもさ、さっきほら、うん、うちの猫とモンちゃん遊んでたじゃん、うんうん、意外とモンちゃんちっちゃいものに優しいよ。優しいんだけどね。でもゴー君結構暴れん坊っぽいじゃん。てかね、ゴー君じゃなくても他の犬とかいたらもう喜んじゃって喜んじゃって、うん、そうだね、おしっこ漏らすと思う、私。まあちょっとね、今モンちゃんどうするかは検討中です、それと、うん、まあ、今回参加費は一切無料です、うん、設備使用料もいりませんし、うん、おっチャンネルが何か会費を取ることもしませんので、うんうんうん、お楽しみいただければと思います、まあ、だから自分の食べるものと飲むもの持ってきて、うん、で、はい、現地でビールも売ってるよっていうことでしょ、はい、そうなんです、はい、まあ、今回参加していただいた方に、うん、おっチャンネルのあのいつものステッカーはプレゼントしようと思ってるんですが、うんうん、このさ、キャンプイベントってさ、うん、定期的にやろうと考えてるじゃん、うん、できればいろんな地域、うんうん、日本中回ってね、北海道でやってるとかと思ってるんで、なんか地域名と回数を入れた限定ステッカーっていうのを、うん、その都度その都度作ろうかななんて今、じゃあ今回も作るの急いで、そうなの、思ってるの、意外と早く作れるんだよあれ、うん、で枚数少ないからさ、うん、ほらいつもあれ俺たち1000枚単位で作ってるけど、うんうん、まあ今回今100人ぐらいと想定、 100枚ぐらいでいいの、100枚作っておけば、うん、楽しくない？なんかその、うん、何回に参加したとかっていうのをちょっとコンプリートしたりとか、うん、まあ、コンプリートする人が増えてきたらどんどん、コンプリートするってすごい日本中ついてくるってことだよね。すごいよ。まあでもその、まあコレクションとしても楽しいかなと思って、うん、今ねその予定です。あとまあゴミの処理とかその辺細かいことは、概要欄じゃなくて概要欄のところに全部書いてありますので、それに沿って、検討していただいて、メールにて申し込みになりますので、よろしくお願いいたします、うん、まあ、今回場所とかね、うん、もう明らかにしちゃってるので、うん、来ちゃってればもちろん、まあ、皆さんとお会いはできるんですけども、うん、まあ、場所の都合ですとかいろんな用意する都合がございますので、できる限りお申し込みをいただいて参加していただければと思います、うん、お風呂も入れますしね、うん、はい、ということで、はい、皆さんと久しぶりのイベントでもね、うん、もう本当1年ぶりのイベントになりますので、うんうん、楽しみにしております、ぜひとも、はい、時間の許す方はご参加ください、はい、4月の3日4日、はい、第1回オッキャンプでございます、はいはい、ということで皆さんの参加をお待ちしております、お待ちしてます。